BLCD コレクション草火ケリ原作メメントスカーレット。2年前のドリームワールド連続誘拐事件、これが後悔の始まりだった。謎の誘拐殺人犯赤ずきんことメイジーが起こしたこの未解決事件で、大事な相棒を失った加納哲夫は刑事を辞め、独自にメイジーを追うすさんだ生活を送っていた。一方、薬物メイズの中毒者が起こした殺人事件の背景にメイジーの存在を察知した捜査一課特務室の天音帰りは、夜の街で情報収集をする加納に接近。加納を特務室へと誘う。紆余曲折の末、ゴロツキが集う特務室の一員となった加納は、一度見たものを瞬時に記憶できる能力カメラアイと独特の勘の良さを武器に事件を捜査する。加納のバディとなった天音は、切れる頭脳と妖艶な肉体で精神的に不安定な加納の拠り所へとなっていくが、彼の羊には大きな秘密が隠されていた。闇を抱える一匹狼と二つの顔を持つ敏腕ドエスビッチがタッグを組んで事件に挑むバディ BL、 ついに CD 化。駆け引き、ドラッグ、セックス、ハードな世界を駆け回る二人の刑事は、事件の真相へとたどり着けるのか。刑事部捜査一課特務室、よそ様からはゴロつきなんて言われてるけど、赤ずきん確かにいるのは分かってる。なのに幽霊追ってるみたいにまるで手応えがない。何度も同じ悪夢見せられてるみたいだ。ほくろいくつあると思う？俺の体知るか。今から目に焼き付けろっつってんの。俺はあいつのことをまだ何も知らない。でもこんな形で知りたくはなかった。分かってきたじゃん、俺の使い方。大丈夫、あの人が選んだ俺たちを信じてくれ。謎が謎を呼ぶサスペンス BL 作品メメントスカーレット。かつての相棒を死に追いやったという罪悪感に苛まれ、孤独に生きる元刑事加納哲夫、佐藤拓也。冷酷非道で敏腕かつセックス依存症の現役刑事天音帰りを小野勇気。他、加納と天音の上司不破健一郎を畑野渡る、加納の先輩刑事で不破の同期中塚徹を田所日向。ハッキング能力を買われて特務室にスカウトされた前科持ち博士博光を石谷春樹。2年前の事件で唯一生き残った少年須王美沙を田丸敦志。警察の信頼が厚い精神科医酒井智明を山中正宏。ほか豪華声優陣。2020年3月27日、2枚組税抜き4800円で全国のアニメイト並びに CD ショップにて発売。一歩先のエンターテインメント、ムービンオン。